アイリッシュフルートは19世紀初頭のクラシックのフルート奏者に好まれた種類の円錐形ボア単純なシステムの木製横笛、あるいはその設計に由来する現代の楽器製造業者の横笛である。伝統的なアイリッシュフルート奏者の大半は単純なシステムの木製フルートを使用する。アイルランドのすべてのカウンティで演奏されているものの、アイリッシュフルートの中心地は 中西部のカウンティのロスコモン、リートリーム、スライゴ、ファーマナ南部、ゴールウェイ東部、クレア、リムリック西部である。木製フルートアイリッシュフルートは単純なシステムの横笛であり、男を連続的に塞ぐと全音階を奏でる。古典派時代のほとんどの笛と現代に製造された笛の一部は金属製のキーを使用し、半音階の調整を部分的、または 完全に売るための追加の男を備えている。単純なシステムのフルートは、木製の構造、特徴的なアンブジア、直接的な運指のため、西洋のコンサートフルートとは明らかに異なる音色を持っている。ほとんどのアイリッシュフルート奏者は、クラシックフルート奏者と比較して、暗めで感高い音色を求める傾向がある。D の調整を持つものが最も一般的であるが、 単純なシステムのフルートは他の調整でも演奏可能でアイルランド音楽では E、B、C の調でしばしば演奏される。D フルートと呼ばれるもののこれは非調楽器なので分子表の C の指で押さえるとコンサートピッチの C が鳴る。D フルートの名前の由来は最も単純な6つの穴を持つ木製フルートが D を最低音としクロスフィンガリングを使わずに D の音階を演奏することに由来する。E、B、C 版は、異調楽器である。アイリッシュフルートは6つのレシコを持つ。D フルートで、塞がれた思考を X、開いている思考の記号で表すと、すべての穴を塞いだ状態は、XXXXXXX イコール、D と表すことができる。音階は、XXX、イクソイコール D、XXX。 イコール xxx, オーズイコール G, イクソオーズイコール A, ズオーズイコール B, オーズオーズイコール C, xxxxxxx, または x xxx イコールオクターブへの D でなり、完全な二丁調の音階となる。木星フルートは、頭部は円筒形ボア、胴体部は円錐形ボアを持つ。このボアは、頭部の端で災害で、 足部へ行くにつれて縮小していく。これは任意の男に対してフルートの長さが短くなる効果がある。現代のベーム式キーシステムフルートは一般的に C の調整であることから現代の演奏家との間で混乱が生じる。これはロー C に到達できるようにキーが追加されたためであるが、現代の金属製ベーム式フルートでも6つの主要な指穴だけを覆うと、 D 音が得られる。多くの技術的な理由から、単純なシステム木製 D カンフルートは、単純なシステムの C カンフルートとは、対照的に、その運指ポジションで得られる音高は、コンサート C カン現代、ベーム式フルートの音高をより忠実に反映している。テオバルトベームは、半音階をより簡単に演奏できるようにフルートを、完全に、再設計した。ベーム式フルートは、 円筒系ボアを持ち、男を理想的な位置に配置し、理想的な大きさにするためにキーを使用する。この一般名称の意味合いとは裏腹に、アイリッシュフルートは、アイルランド固有の楽器ではない。単純なシステムの円錐形ボアフルートは、現代的なベーム式西洋コンサートフルートが19世紀、中頃に出現する前に、人々が演奏していた楽器である。 単純なシステムのフルートは大抵は木製である。この種類のフルートを製造する製造業者はいくつかあったが、その中でもイギリスの発明家でフルート奏者のチャールズ・ニコルソン・ジュニアは横向き木製フルートを根本的に改良したものを開発した。フルートを持つチャールズ・ニコルソン。1834年の肖像画。19世紀後半から大口径フルートには主に ロンドンに本拠地を置く二つの会社、ルダルローズ社と後のブージー &CO 社による二つのスタイルがあった。ブージー &CO 社は1840年代から1850年代にかけて著名なフルート奏者であったロバート・シドニー・プラッテンが考案したプラッテンフルートを製造した。ジョージ・ルダルはアマチュアの重要なプレイヤーでニコルソン・ジュニアに支持した後、 自身で指導を行っていた。ルダルは1820年頃に、ジョン・ミッチェル・ローズに紹介され、二人の長い付き合いが始まった。プラッテンフルートの方が、ボアが広く、大きな音を出すことができる。ルダルローズフルートは、プラッテンフルートよりも暗く純粋な音色で、やや薄いという評判があったが、同社は主に硬化素材や、継げ材を使用した、様々なスタイルのフルートを製造した。 これらの独自のフルートの多くにはキーを使用して C と C の両方の演奏が可能なフットジョイントが付いていた。現代のメーカーの中にはこれらのキーを使用せずにキーの位置に2つの穴を設けた長いフットジョイントを維持しているものもあるが、これは19世紀の元のフルートの音高と音量をよりよく再現するためと考えられている。単純なシステムのフルートは 伝統的な民族音楽家を念頭に置いて作られたものではなく、コンサート音楽家によって単純な木製フルートが捨てられていく中でアマチュアのフルート奏者によって使い続けられた。ベルファスト生まれのフルート制作者、サミュエル・コリン・ハミルトンは19世紀にアイルランドに広まった軍用フルート隊やファイフ隊がダンス音楽にも使用できる楽器としてのフルートを アイルランド社会に普及させる役割を果たしたと考えている。また、19世紀半ばからのアイルランドの経済状況の好転により、楽器を手に入れることができる人が増加した。今日、横向きの単純システムアイリッシュフルートは様々な伝統音楽スタイルの演奏のために作られている。アイルランドの伝統では最も一般的な材質は木であるが、デルリニア、PVC、 温けさせも使われる。しかし、木が今のところまだ最も人気の材質である。これらの現代アイリッシュフルートは、金属製のキーを追加したものや、全くキーを持たないものなど、様々な種類がある。ほとんどは、現代的な方法を使用して調律されており、一般的に現代的な楽器と合わせるのに優れている。すべてが、ティンホイッスルのような基本的な6つの穴の、 全音階設計を持っている。今日の制作者は古い設計を模倣しながら現代の基準である A コール440の平均率を維持している。ルダル・アンドローズやプラッテンのフルートは中全音率で作られていたが平均率で作られたものもある。現代のアイルランド人の木製フルート制作者には以下の人物がいる。アイルランドの伝統音楽における現代的な 演奏技術は、ティンホイッスルの技術と多くの共通点を持つ。これには、カット、ストライク、ロールなど数多くの装飾音を使用して音楽を飾ることが含まれる。一般的な装飾音やアーティキュレーションには、以下のなものがある。ありがとうございます。